まずは冒頭なんですけれども、今日福岡市内で新型コロナウイルスの原因で亡くなられた方、80代の女性お二人、ということになりました。ですからこれまでで合わせますと、福岡市内でこの新型コロナウイルスで4人の方が亡くなったことになります。90代の方がお一人、そして80代の方が3人となります。謹んで哀悼の意を表したいと存じます。さて、昨日福岡県の小川知事から福岡県内に休業要請がなされました。対象業種はこれはおよそ東京都と同じということであります。一方で市民の生活は今大変厳しいものになっています。今休業要請の前から緊急事態宣言ということで、今経済活動も非常に厳しいという声は福岡市もたくさん届いていますし、その一刻の猶予も許さないという緊張感のある状況になっています。そこで福岡市としては、この福岡県の休業要請というものをより実効性があるものにすべく、そして接触者を8割減らす、そして外出の自粛要請、または県の休業要請がより実効性を持つために、福岡市独自の緊急経済支援を実施をして、福岡県をしっかりとサポートをしていきたいというふうに思います。その考え方は大きく2つの柱によって成り立ちます。まず1つ目の柱は、これは今回の県によります休業要請というものに協力をいただいた施設への支援。もう一つの柱というものは、それはこの感染リスクがある中でも一生懸命最前線で働いていただいている皆さんへの支援。この2つが大きな2つの柱となります。まず一番最初の柱、それは今回の休業要請にご協力をいただいた施設への支援であります。まあ、なんといっても人との接触を8割減らすということは、非常にこれはハードルの高いものがあります。ですからこれを実現をしていくということには、もうあらゆることをしなければいけない。特に人が集まる店舗などでは、やはりこのお店を閉めていただくということが非常に効果的なわけであります。で、一方こうした店舗の皆さんからすれば、閉めている、協力はしたい、でもこの閉めている間に固定費というものはずっとかかっていくわけでありますし、経済的な不安から今緊急事態宣言が出て、もちろん閉めなきゃいけない、もしくは協力をしたいという気持ちはあったとしても、何かこう後ろめたい気持ちで営業を続けざるを得ない、それは経済的な理由で続けざるを得ないという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。そこで福岡市としては、この法に基づく緊急事態宣言の期間中、福岡市として独自に休業要請、そして時短要請に応じていただいた店舗の皆さんには、家賃の8割を福岡市から支援をしたいというふうに思います。上限はこれは、50万円であります。福岡市内でいきますと、これはまあ中小企業、それから個人事業主が対象になるわけですけれども、施設でいきますとおよそ1万7000の店舗、これは予算規模でいきますとおよそ50億円規模になるというふうに思われます。そして、まあ、人件費なんですが、こちらは国の制度が拡充をされまして、雇用調整助成金ですね、この制度が拡充をされておよそ9割まで出ますので、ぜひ、事業主の皆さんはこれまでと同じように、従業員の皆さんに給与の支給をよろしくお願いをいたします。そして、さらに今例えば飲食店などっていうのは緊急事態宣言の後、非常にお客さんもまあ少なくなっているわけですね。で、そういう中で、でもやっぱり外出の自粛には協力もしたいっていう中で、最近あるそのデリバリーのサービス、このデリバリーサービスというものを新たに始めてチャレンジをされているっていう飲食店もたくさんいらっしゃいます。で、これは外出の自粛、これにも当然寄与するものであります。ですからこうしたデリバリーを利用する場合、
デリバリーを利用する場合、1000円以上電子決済で注文をしていただいた方には、これは500円のポイント還元もしくはクーポンを差し上げたいというふうに思います。これは実は大阪の吉村知事がすでに、こうしたことを打ち出しをされているんですけれども、これは素晴らしい政策だと思うので、福岡市としてもこれはぜひ取り入れていきたいというふうに思います。それから文化エンターテインメントなんですが、以前関西の方で、ライブハウスでクラスターができたということから、非常にそのライブハウスでの3密ということが言われます。ただ私もライブだとか好きなんですけれども、やっぱりあれはある意味3密を楽しみに行くような場所であるわけですね。そういう意味では今回のコロナウイルスによって非常に大きな打撃を受けています。ですからこうしたライブハウスやスタジオ、こうした部分の支援といたしまして、この法に基づく緊急事態宣言の期間中、これは、ライブハウスも先ほど言いましたように、この家賃の8割を福岡市が支援するという、この政策を使っていただくと合わせて、今後も当然これはその、こういう事態っていうのも想定されるわけで、いわゆる無観客でライブの映像配信をされるとか、こうした時の用の、いわゆる機材ですとか、通信環境の整備ですとかソフトですとか、こうしたものの整備にかかる費用、上限50万円までで、一つの施設ごとに支援をしていきたいというふうに思います。また休業要請がない部分の支援については、特に今広域での人の移動というものをしないでくださいという要請をしているわけですね。でこうしたもので当然一番打撃を受けるのは宿泊事業者であります。こうした宿泊事業者は今いわゆる泊まる方が非常に少なくなって稼働率が低くなっているわけですが、こうした中でもやはり消毒ですとか、こうしたものは非常にやっぱりデリケートにしなければいけないということですから、こういう消毒や除菌対応、こういう安全対策に関わる部分については、一施設50万円を上限として福岡市として支援をしていきたいというふうに思っています。これが最初の柱、休業要請に協力をいただいている企業に対する支援であります。続いて2つ目の柱に行きたいと思います。それは最前線でまさにリスク、感染のリスクもある中で最前線で頑張っていただいている方への支援という内容であります。まず何といっても医療関係者はまさにこの新型コロナウイルスの中で最前線で頑張っていただいています。そして特にこれはもう小さなクリニックも含めて、熱の方が来たってなれば、これはもうすべて最初から新型コロナウイルスかもしれないっていう前提で対応しなければいけないですから、非常にデリケートな中で、ストレスもたまる中でお仕事頑張っていただいています。そういう意味ですべての福岡市内の医療施設、病院やクリニックで働く医師や看護師などに対しまして、特別給付金を支給したいというふうに思います。これは、病院のその規模等に応じてということになりますけれども、およそ1施設あたり40万円から600万円ということで、支給を行います。で、給付を行います。で加えて、福岡市民が新型コロナウイルスに感染をして、その市民を受け入れて入院をさせていただいた医療機関については、その患者さん1人につき30万円ずつ給付をしたいというふうに思っております。それから介護施設、特に例えば高齢者や障害者の皆さんを介護していただいている施設の皆さん、こういう皆さんがというのは、まさに3密は避けたいけれども現実問題そうはいかないわけですね。やはり密着をしなければいけないし、そういう中でもこういう皆さんがいなくなってしまったら、まさに高齢者や障害のある方、行き場所がない、路頭に迷ってしまう、こういう方も出てきてしまうわけですね。こういう介護施設等で頑張っていただいている皆さんにも特別給付金を今回、給付したいというふうに思います。また民間の
これは保育施設等も同じように、支給をしたいというふうに思います。そしてこの医療関係、それから介護関係、それから保育関係、こうしたいわゆる特別給付という部分については、およそ全体の規模感としては20億円規模になります。そして今保育という話が出ましたけれど、保育園の職員やスタッフの皆さんというのは、本当にそうした意味ではたくさんの子どもたちが集まる、そして子どもというのはもう抱きついてきますから、ソーシャルディスタンス、距離を取ってって言っても、それは子どもに対してはそれはもう現実無理なわけですね。でそうした中でも、例えば社会を維持する上で欠かせない、例えば警察、お医者さん、それから保育関係で働いている方、まあ、そういう皆さんがいなくなってしまったら、これ社会維持できませんから。だからこういう皆さんの、まあ、お子さんとかね、もしくはどうしても預けざるを得ない方、ね、仕事上預けざるを得ない方、社会的な弱者、一人親、やっぱりこういう皆さんのお子さんのやっぱり受け皿はどうしてもやっぱり保育園が必要ということで、福岡県としてもその休業要請の中から除外を機能しているわけですね。でもこうした皆さん一生懸命頑張っていただいています。先ほどの特別給付も行いますが、合わせて改めてお願いなんですけれども、これは市民の皆さんです。警察や医療機関や保育関係、その他どうしても預けることができないという方、ね、一人親、そして社会的な弱者、こうしたどうしても預けざるを得ないという方以外はですね、ぜひ自宅での保育をご協力よろしくお願いをいたします。本当に預けざるを得ないお子さんだけになれば、当然その園内の感染リスクというものは下がるわけですね。そして園児同士、もしくは保育の その先生方に感染するリスクというのも下がるわけですから、ぜひこれはご協力をよろしくお願いをいたします。でこうしたものを後押しする施策といたしまして、福岡市としてはその自宅で保育をしていただいた日数分というのは、それは保育料からを減免をするという形で、その実効性を高める後押しをしていきたいと思いますし、で一方で保育園のこれは経営を圧迫しても当然いけないわけですから、保育園については園児を休んでもらいますけれども、これまでと変わらない助成金ということで支援をしていきたいと思います。で今回新たに認可外保育施設についても、これは保育園と全く同じ状況があるわけですね。どうしても預けざるを得ない皆さんに対して、これは預かっていただいているという社会的役割を果たしていただいているわけですから、その認可外保育施設に預けているという、保護者の方が経済的な負担を感じずに自宅で保育ができるために、保育園と同じ形で対応したいと思います。ですから認可外保育施設に、預けている、まあ、お子さん、自宅保育をした分というのは、認可外保育施設の皆さん、ぜひ、事業者の皆さんには、減額をしていただきたいというふうに思います。そして認可外保育施設の方です、減額をしていただいた分というのは、それは福岡市からその分の料金を認可外保育施設に支払うという形で協力をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。留守家庭子ども会もやっぱり子どもたちがたくさん集まるわけですね。ぜひ先ほど言ったような、社会を維持するにどうしても必要な、預けざるを得ない、ご家庭の、お子さん、一人親、ね、それから社会的弱者、こういうような皆さん以外はできる限り、子どもたちを留守家庭子ども会ではなくてご自宅で、過ごすことができるようにお力添えをよろしくお願いをいたします。これも休んでいただいた分は、この料金というものを返金含めて、できるようにね、一部返金できるようにこれは今対応制度を作っているところでございますので、ご協力をよろしくお願いをいたします。さて今福岡市としてお話をした福岡市独自の施策ですね、こうしたものは大体合わせますと全体で100億円規模になります。でその財源なんですけれども、基本的にはこういった部分は交付金、国の交付金によって
を検討をしています。ただもちろんこれは、その期間に間に合わないとか交付金が期間に間に合わないともしくは交付対象にならないっていうこともあり得るわけですね。で、そうした場合どうするか、まさにそういう時のために財政調整基金というものを、まあ、都市経営としてですね、何かがあった時に使えるように、まあ、コツコツと貯めてきてるわけですね。ですからこうしたものを取り崩して活用したいと思います。また、コロナウイルスっていうものでこれだけ世界中が混乱をしているわけですから、福岡市としても国際的な事業はもちろんのこと、これまで想定をしていた事業でできなくなるものもたくさんあるわけですね。こうした事業というものもやめた部分についてはその費用というものをコロナ対策に充てるというような形で財源を捻出していきたいというふうに思っております。福岡市はまさに基礎自治体として普段から市民の皆さんの声たくさん聞いているわけですね。そして特にその第三次産業が9割という特徴的な産業構造を有している町であります。ですからこれまでたくさんの人を呼び込む、集めてくるっていうような形で都市経営やってまいりました。そして市民の皆さん頑張っていたおかげで今6年連続で税収過去最高っていう形で非常に元気だったわけですが、まさにこの新型コロナウイルスになって3密を避けなければいけない、できるだけ人が集まらないようにしなければいけないっていう中で非常に私自身もジレンマがあります。市民の皆さんも本当に今苦しい思いをしているというふうに思います。で、そんな中で今回対策としてこういういろんな頑張っていただいている皆さん、協力をいただいた皆さんにお金を出すという政策をしています。で、実はこのお金を出すという点でいくと福岡市のこれまでの都市経営の基本的な考え方、コンセプトとしてはいかに税金を使わずに街づくりをするかってことでやってきたんですね。それは例えば天神ビッグバンも巨大プロジェクトですけれども、あのプロジェクトも今建て替えをいろいろ頑張っているのはあれ補助金で建て替えているわけじゃないんですね。福岡市は国の規制緩和を勝ち取り、福岡市独自の規制緩和を加えるという中でああいうそのチャンスを作っていくということをしているわけで、これ補助金で建て替えているわけじゃないんですね。行財政改革もこれまで頑張ってきて、私も市長になってもう間もなく10年目に10年になろうとしているわけですが、これまでで市債残高もいわゆる福岡市全体の借金ですね、市債残高っていうものも毎年ずっと減らしてきてもう3200億円減らしたんです。つまりこれぐらいできるだけ税金を使わずに街を元気にするっていうこれまでの、まあ、ポリシー、コンセプトからすると、まあ、ある意味今回というのは非常にその逆というかお金を出していくっていうこういうスタンスはこれまでと まさに真逆になるわけです。でもそれは今は平時ではなくて有事、まさにオリンピックが延期されるほどの酷なんです。ですから今までは頑張ってきた、でも今はお金を出す時だというふうに思いますので、福岡市としてはまあこうした形で独自の支援というものを決断をいたしました。これから国に対しても当然交付金措置出るように、そしてまあ先ほど家賃の8割支援するということも言いましたけれどもね、こういったことも交付金の対象になってやはり全国で苦しんでいる皆さんが同じように使えるようになればいいなということも期待をしています。そしてちなみにこの期間なんですけれども、それは先ほどから繰り返し言っています通り、法に基づく緊急事態宣言の期間中という言い方をしました。具体的に言えばつまり5月6日までのおよそ1ヶ月ということになります。で、これは想像もしたくないことなんですが、もしゴールデンウィーク明け5月6日の時点になって緊急事態宣言を延ばさなきゃいけないなんていう事態に、これは想像もしたくないですが、もし仮になったとき、じゃあ同じ規模での財政的な形での支援、経済支援というものを同じ規模で続けられるかっていうと、それは無理です。できません。それは財源の話もあるわけですから、ぜひ市民の皆さんにはそこをご理解をいただきたい。で、つまり何が言いたいかっていうと、だからこそ何としても私たち福岡市役所もできる限りのことはしますんで、この1ヶ月で終わらせましょうよということです。ぜひ協力をしていただきたいと思います。
来年にはどんたくも山笠もやりたいですよね。ぜひこの1ヶ月で何としても終わらせるために私たちもできることを全部やります。できる限りのことはもうやります。だから市民の皆さんもこの1ヶ月の間ぜひ外出の自粛、そして8割の人との接触を控えるという大変高いハードルではあります。ストレスもたまります。フラストレーションもたまります。不安もあります。私もなかなか夜眠れません。でも皆さんもっと多分眠れないと思います。ぜひみんなで力を合わせて短期間集中で終わらせるようにお力添えをよろしくお願いをいたします。私からは以上です。はい、ではご質問があればお願いいたします。皆さん、これ申請の手続きはどういうふうなことを想定されているんでしょうか。はい、じゃあ財政局からお願いします。ちなみに言うとどの部分でしょうか。まずはじゃあ経済観光の部分。ちなみにそういう手続き的なことは後でしてもらっていいですかね。まとめて全部っていうのが、例えば家賃に関することはこことか、こういう支援についてはここっていうふうに窓口が全部バラバラになっているんですね。ですから今は事務的なことではなくて全体的なコンセプトで聞いてもらっていいですか。もう申請者が今日から受け付けるっていうことだけ分かればまずはいいんですけど、そういう意味でいくと、これはですね、予算案については直近の臨時議会で提案をします。でそこで可決をいただいた後に実行が速やかにできるように、ということで、準備はもうすでに、進めておりますが、実際には、臨時議会という手続きを経なければいけません。ですから市議会の皆さんにもご協力をいただいて、そして、その後速やかに実行できるような手続きを今からもしておくということになります。はい、どうぞ。ABC ですけれども、はい、今日が4月14日で宣言が発出されたのは今月8日だと思うんですが、これまでのものも含めて家賃は計算してもいいのかという点が一つと、それから夜間やってる飲食店とかですね、休業というよりも時間を短縮して何時までに終わらせてくださいという状況なんですけれども、そういった方々への支援はあるんでしょうか。はい、今の質問ですが、期間は今日からなのか、それとも緊急事態宣言が発出された時からなのかということと、それから一部時短をした人も家賃の保証になるのかとか、はい、こういうような質問がありました。で、これについてはまず遡って緊急事態宣言が出た時から、つまり今まで頑張ってきた人の頑張りが、もうやはり報いるべきだと思いますので、これ法に基づく緊急事態宣言の期間中とします。それから例えば今日この話を聞いて、よし自分たちも協力しようって思っていただいたとしても、例えば明日まで予約が入っていると、でもそれ以降はよし協力をしようっていう方もいらっしゃるわけですね。じゃあ時短をしてもうここまでにしようっていう人もいるわけです。じゃあこういう人たちを、じゃあ日割りでね、何日協力した分しますかとか、何時間したからその分だと何分の1はカットですねということは現実無理。そんな細かいことをして無駄なお金が逆にかかってしまうのではなくて、これは申請主義ということにして、これはもう1ヶ月分ということにしたいというふうに思います。それは平時であればもっと厳密にいろんな制度設計をするんですが、やはり今は皆さんに協力をいただけるということが大事なので、1ヶ月分という形にしたいというふうに思います。それとその、はい、完全な休業ではなくて夜は休みなさいと言われたお店とかも対象にはなるんでしょうか。そうですね、そこも本当は厳密に言えば休業要請が出ているところについてやはり休業していただくということが大事です。でも当然それをやっている方もやはり固定費だとかやっぱりいろんなコストを考えていくと休業できないという方もいらっしゃると思うんですね。ですから福岡市としては今回家賃の8割支援すると、そしてそれ以外の雇用についてとかは国の制度もあるし、こういったものを活用してね、ぜひやはりこれをきっかけにぜひ休業を、要するに県が昨日発出した休業要請を実効性があるものにするために福岡市としてはこんな政策も出しているので、できるだけお願いします。でもこれっていうのはじゃあ時短をねいつから始めるかとか、いろんなその兼ね合いもあるでしょうよ。ですからそうしたところについてはもうその細かく
これで1時間したからこの日は時短だけでこの日は休業したからっていう分けていくとキリがないと思うんですね。もう平時じゃないんで、こういう時はもう1ヶ月っていうふうに決めてしまうし、だしもちろんじゃあ虚偽の申請があったらどうなるかって、もうその虚偽の申請のために膨大な、そのために真面目にやってる人まで含めて膨大な手続きをするっていうこと自体が有事の対応ではないので、そこはもう申請主義で申請をしてきたところにそういう手続きを取りたいと思います。あります。他はよろしいですか。はい、一部の方ですけれども、先ほどデリバリーのクーポンについては大阪府知事の参考にされたと言われたんですけれど、逆に言うとそれ以外の部分というのは完全にもう市の 独自というか、他参考にされたものというならあまりない。そうですね、他の部分についてはまだもしかすると私は聞いてないだけなのかもしれませんが、クーポンについては大阪府の話があったので、これは非常にいいなということで参考にしましたが、他は特には聞いてないです。はい、新聞の下野ですけれども、今回お金を出すという、大きな選択に出られたと思うんですが、その決断にあたって、今県の方ではまだ補償まで大きく踏み込んでないんですけれども、その中でこの大きく100億円規模 の, お金を出すということに向けられて、その決断の経緯をちょっと聞いていただきます。その期間をどうでも使わないかと。今日も福岡市内でお二人の方が80代の方亡くなってしまわれるというようなことがあっています。そしてまた福岡のこの新型コロナウイルス感染者数の増加というのは非常に大きいものがあります。で、これは今昨今テレビなどでも繰り返しやっているので多くの方が理解してきたと思うんですが、なぜ8割減らさなきゃいけないか、要するに増えていけばいくほどもう倍々でこれ感染者が増えていくわけですね。そういう意味からすると、もう1週間後に手を打とうって言ったら、今日手を打つよりももう何十倍何百倍って大変になってくるわけですね。ですからこうした対策っていうのはできるだけ早く打ち込んで皆さんに協力をいただくっていうことが結果的には一番、要するにそのコストでいけば小さくなると思うんですね。ですから福岡市としては、昨日知事が休業要請を出されたということであれば、それをやっぱ実効性を持たせるためにはとにかくできるだけ早く今しっかりドンって打ち込むことによって、その結果的にはこれが大きい、予算かもしれないけれども、結果的にそうするのが一番効率的だったっていうふうになると思うんですね。やっぱりこれだけの感染者の増加って考えると、これは福岡っていうのは相当緊張感を持たなければいけないというふうに思っていますので、それで、昨日知事が要請を夕方出されましたんで、今日の朝にはもうすぐに福岡市として実効性を高めるための施策を出したということになります。すみません、その話なんですけど、県の方は、財政的な経済的な支援っていうのは、すぐには打ち出されなかったっていうことですけども、それについて市長としてはどういうふうにお考えになられますか。もちろん県に対しては、休業の要請をするときには、経済的な支援も合わせてしてほしいということは、昨日も要請文は出しているわけですね。やはり私たち基礎自治体ですから、常に市民と常にやはりダイレクトにいろんな声を聞いている中でこうした要望を出してきたわけであります。国の財源の確証が持てない中で、なかなか県独自で打ち出せないというのはですね、これは地方自治体の判断として、通常であればそういう判断をするというところも、これはやむを得ない部分もあるというふうに思います。はい。保育関係の話なんですけど、昨日福岡かすかの特集会の会見で、医療のお医者さんのところがですね、コロナがうつるということで、保育園に来ないでくれというような声がたくさんある。でも心が折れそうだ。というような発言があったんですね。で、話はどうも残念ながら福岡市内の保育所でもそういう事例がある。で、その確認はしないので、実際は分かんないんですよ。で、そういった改めて、そのこういう補助を今回新しく設けられる中で、事前に入れて正しく恐れるという話との関連で、そういう対応について、その中野市長のメッセージ、お医者さんに対して、あるいは保育所に対してお願いしたいんですけれども。今、新型コロナウイルスが、患者が発生をしてしまった病院に、の
医師等の子どもたちへの差別がある、もしくは医師自身への差別があるという事例を紹介いただきましたが、実際今お話しいただいたような、内容、つまり保育園の方で受け入れを拒否されるということは、それは福岡市内でも起きています。で、今見渡して社会がとってもトゲトゲしくなってるなって思うんですね。で、やっぱりみんなそれストレスが溜まってるっていうこと、それから不安、これがやっぱりみんなをすごくこう心をざらつかせる原因になっているというふうに思うんですね。やっぱり俺たちは我慢してるのに、どうして彼は我慢してないんだ、彼女は我慢してないんだっていうこともやっぱり不満になるし、そうした中で今その医療関係者に対する差別だとか、こうしたことが実際に起きています。で、福岡市としてはやっぱりこの、じゃあこうした皆さんがいらっしゃらなくなっていいんですかって、自分だって明日もし何か病気になったり、もしくは新型コロナウイルスにかかってしまったときに、誰がこれ見てくれるんですかってなったときには、これ間違いなくこれ病院の先生であったり看護師さんだったり、そうした皆さんに支えてもらうわけですよね。で、自分ごとで自分は大丈夫ではなくって、自分もそういう人たちから、つまりそういう意味でいくと守られているんですね、今でも。ですから、まあ、先週はそうした気持ちを表していこうということで、フライデーオベーションという形でこう誰かを責めるではなくって、みんなでこういう人たちに感謝をするというふうに昇華をして、なんか責めながら非難をしながら社会を正していくんじゃなくて、こう感謝とかいう形に昇華できないかなって思いで、まあ、フライデーオベーションも始めました。そしてまた今日も実際にこういう皆さんに対する支援特別給付っていうこともして、感謝に報いようと思います。でもやはり忘れてはいけないのが、こうした人たちに守られていて、こういう人たちが保育園だとかそうしたところで支えていただいているからこそ、また実際自分たちもそういう医療関係者の皆さんに守ってもらえるっていう、やっぱ好循環がこれあるんだっていうことをご理解をいただいて、でその分当然その保育園のじゃあ皆さん方だって、これ保護者から言われるからそうしてるわけですね。保護者の方がその自分の子供はだけはやっぱり感染させたくないと思うよ、それはみんな一緒なわけです。だからこそやはり医療介護、そんな最前線で頑張っている方のおかげだっていうことは、やっぱ私たちは常に思っていかなきゃ、おかなきゃいけないし、自粛することも大変ですけども、こんな中で通常の医療を守りながらさらにコロナ対応までしなきゃいけない方、全身防護服着たら一日脱げないですよ。お手洗いも全部だってね、おむつをつけてやってるって聞いてましたよ。相当なストレスで心が本当に折れそうになるって聞きます。だからやっぱりそういう人をみんなでやっぱり感謝をするっていうことが大事だろうなというふうに本当に思いますんで、ぜひそこのご理解を市民の皆さんにもお願いしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、ではこれで終わります、はい、ごめんなさい、一個最後に言わせてください。今そうした中で散歩とかジョギングについてはいいですよっていうそのお話、1日1回自分の体を、例えば高齢者の方なんていうのは逆にその体動かないことによってロコモだとか体調が悪化をしてしまうこともあります。だから1日1回の散歩やジョギングはいいですよっていうふうにこれ厚労省も言ってますが、ただ現実どうなってるかっていうと、天神を見た時に天神の人は確かに少なくなってます。でも郊外のショッピングセンターとか、それから大きな公園に行くとものすごいたくさんの人がいるわけですね。で、ジョギング散歩いいけれども、それはその時もやっぱり常に人との距離をとって健康維持のために一人で散歩をする、もしくは夫婦であっても、まあ、夫婦で、まあ、散歩するだけならいいけれども、公園に集まってみんながそこでたむろしてお話をしたりとかしたらこれ意味がないんですね。だからこれはダメです。だし郊外の多分ショッピングセンター、それからスーパーもちろん行かなきゃいけない、でも家族連れで行くのはやめましょうよ。だって今これだけ密にならないって言ってるのに、それなのにみんながこうやって、確かに家にいて退屈でしょうから買い物ついていきたい気持ちも分かりますけど、やっぱり家の中で買い物に行く方はお一人にするっていう形で、できるだけみんなが集まる場所っていうのはみんなで協力しながらその密度のリスクをやっぱり下げていくっていう協力をしていかないといけないので、
そこはぜひ市民の皆さんにも協力をよろしくお願いいたします。では私から以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。